わーい、ウェイウェイ、オープンでございます。ということでスキー場がオープンしました、ハッピー高原。とりあえずお客さんが意外と来てますね。リフト券いろいろ変わったけど、今日はちょっとスキー場の変わったところをいろいろ紹介していきたいと思います。まずすごい分かりやすいのは看板変わっております。めっちゃ分かりやすいんですよね。パスの案内、パスによってエリアが違ったりもするんで、そういう案内とか、あとエリアの案内とかですね、自分がどこにいるかっていうのはすっごい分かりやすいです。はい、まあこんな感じですね。でこのエリアの看板がこことあっちのゴンドラ乗り場のところ、にあります。あとスキーセンターの中とゴンドラ降り場ですねにあります。リフト券ね、グリーンパスとブルーパスとゴールドパスっていうのがあります。これがグリーンがこのエリア一番下のエリアですね、ここが使えるパスです。3500円で、初心者さんとか、あとはキッズのまだ上とか滑れない方はぐるぐる滑ったりができますね。あとマジックフォレストっていう、去年もあったんですけど、森の中を滑ったりするのもあるので、お子さんなんか意外とここの一番下のクワッドリフトでぐる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 回ってるっていうのが楽しい子たちがいっぱいいます。なんでまあ意外とこのグリーンパスエリアってすごく充実してたりするんじゃないかなっていう感じですね。まあ充実っていうよりはそのグリーンパスを使うっていう方が結構いるんじゃないかなっていう感じです。でブルーパスはもうドーン と、全部の山が滑れます。ゴールドパスっていうのは何かっていうと、このブルーパスに3000円をプラスするとペアリフト以外のリフトですね、ゴンドラ、セントラルクワット、ザイラークワット、あとはセカンドのこっちの端の方のミスタクワットが優先乗車できますという感じになります。でブルーパスは、シニアとか小中高とかの割引もありますね、はい。まあ、それに応じてそれプラス3000円でゴールドパスも利用できますという感じです。まあ、それ以外のツリーランゾーンエリアとかは、去年までと同様ありますね、という感じで、まあ、エリアの分け方がちょっと変わったっていう感じかな。あとはスキーセンターの中の配置が結構変わってるんで、それもこれから説明していきます。でスキーセンターの中にもあります。ここどこかっていうとこの中ですね、はい、ちょっと目回っちゃったかな、ごめんなさい。でこの案内板の上にドーンとプロモーション V じゃないモニター、これが、今何でしょう、広告的なプロモーションビデオですけど、スキー場の案内とかもそのうち出てくるっていう感じですね。このモニターが、こことあとゴンドラの降り場、あと、スキーセンターの、フードコートの近くになります。この大きいやつは去年違うところにあったんですよ。フードコートにあったやつがこっちに来てます。はい、駐車場に降りてきました。で駐車場の大階段あるところの下、ここにこれもめっちゃ分かりやすいんですよ。これ大好き、こういうの。スキーセンターのエリアがどうなってるかっていうのが全部書いてます。だからここ見ると今までのシーズンと、いろんなものが変わってるっていうのが分かりますね、リトルラビットだったり、まあちょっとリトルラビット名前は一緒かもしれないですけど、出すものが全然変わったりしているのと、ゴールドウィンショップはこのままですね。あとこういう、売り場とかもまあ一緒ですけど、スキースクールが去年こっちに受付ありましたね。地下というか階が下の方にあったんですけど、これが上に上がってリフト券売り場のところに来てます。で自然学校が向かいにあるという、はい。でフードコートがこんな感じですね。ちょっとフードコートも見るとこういう感じで、なんだろう、郷土料理とかもあるし、去年あったようなものもあるけども、そう、結構まあ説明がすごい分かりやすいですよね。ちょっとこういうスキー場に入る前からスキーセンターがどうなってるとか全体が把握できるっていうのはめちゃめちゃ僕は大好きなんで嬉しいですね。初めて来た人にもめっちゃ分かりやすいと思います。ゴールドウィンショップ去年と変わってないですね。リトルラビットちょっと椅子とか変わってるし、メニューがこんな感じになってますね。コスタコーヒーっていうところが入ってます。すごいですね。メニュー、インフォメーション、ここは変わらずですね。
この辺りが、ショップ、この辺も基本的には変わってないのかな。もしかしたらこれからレイアウトの変更とか多少あるかもしれないですね。ね、昔のポスターとかがありますね。小玉さん、基本的には小玉さんがメイン僕の同級生のお父さんです、小玉栄一さん。はい、で先に進んでくるとここのエリア、リフト券売エリアが、去年リフト券売エリアだったところが、スキースクールの受付ですね。で反対側が自然学校の受付になっているそうです。なので自然学校とかスキースクールの受付だったり、まあ、参加する方はこういうふうに座るところ、待機場所があるっていうのがいいですね。こ、うんな感じです。はい、でこちらがフードコートエリアですね。お、今日は閉まっております。今12月10日なので、まだオープンしないですけど、この先のこっちの、ね、エリアがフードコートということで、でこのフードコートの横のここの通路入ったところが、パトロールさんですね。はい、何かあったら皆さんここに駆け込みましょう。で今下に降りてきましたけど、下のエリアがまだオープンしてないのかな。この辺りはどうなるか分かんないですけど、ここは休憩所っぽい感じになってますね。去年までここにインフォメーションとかもありましたけど、でこの先右側、こっちがレンタル、これは変わらないですね。でこの辺りとかもロッカールームっていうのは変わらないですね。まあこのエリアは、まあ、ここのパネルがあるところがどうなるのかなって感じですね。スキーセンターの奥がハッピーキッズスクールですね。ここで、皆さん、こうやって室内で1回こういう風にレッスンをしてから雪上に上がるという。でゲレンデ出てくると、わお、いっぱいカバキッズエリアがありますね。ちょっと眩しくて見えない感じで、旗が立っている。旗旗旗旗。はい、ということで、スキーセンターの変わったこととか、リフト券の変わったところ、エリアパスとか、そういったところを説明してきました。いろいろこう変わったりしていますね。アピのスキー場の改革みたいなことで、今年は大きく変わってる部分もありますけれども、まあ、なんでしょうね、こう、投稿からの文面だけじゃなくて、実際のリアルな感じとかもちょっと僕はお伝えしていきたいと思います。そして早速、今日12月10日オープン日ですけど、結構人も来てますね。皆さんにちょっとこうお見せしたいんですけど、今ちょうど木のところにいるんで、あ、見えるかな、人がいる、人がいるまあそんな感じで、リフトもね結構乗ってますよ皆さんね。ということで、ゲレンデの状況も結構良さそうなので、その滑った初滑り動画はまた別の動画で紹介していきたいと思います。ということで、この動画参考になったなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。